こんばんは。埼玉の逆襲ニュースのお時間です。キャスターの野村達也です。埼玉の逆襲ニュースでは最近の埼玉県内のニュースをお伝えするほか、過去に番組に出演してくださった出演者、お店がどうなっているのかなどの近況を報告していく企画となっています。ということで、今回コメンテーターにこちらのお三方をお招きしております。どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。よろしくお願いいたします。野村さんと僕は、そうか、県民の日、はい、埼玉第一番の熱い戦いをお届けさせていただきました。すいませんでした。花輪が失礼いたしました。いろいろと花輪さんが失礼だったんですか。本当にね、埼玉に愛情ないくせに埼玉埼玉って言ってね。本当に。そしてピエール長官、初めまして、はい、今回よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ということで、本日はどんなニュースが出てくるのでしょうか。埼玉の逆襲ニューススタートです。ということで、今回は埼玉のあれこれを埼玉の逆襲ニュースで総ざらい。大宮ガチャに便乗したたまやんがまさかの人気爆発か。さらにそこら辺の草天丼に新展開。そしてビビルさん考案のブロッコリー山盛り新メニューがついに登場。ブロッコリー山盛り。本日のヘッドラインはこちらです。このようにいろいろなニュースをお届けしていく予定となっています。はい、それでは最初のニュースをお届けしていきましょう。はい、大宮ガチャ第2弾、たまやんが人気沸騰中という話題です。今埼玉で話題沸騰中なのがこちらの大宮ガチャ。さいたま市大宮区のスポットやキャラクターなどのアクリルキーホルダーが入ったカプセルトイ、なんと今年3月に発売されると2日でおよそ1000個が完売。え、すごっ。現在では第2弾も好評なんだって。全売り上げで1万個以上を突破するほどのヒット商品となりました。県外の人もいるっていう。そう、この第2弾のカプセルにはもちろん我らが埼玉の逆襲たまやんも入っちゃってます。出身だった人とかが買いに来るみたいな。驚くなかれ、このたまやんキーホルダー結構人気なんだそう。当たった人が本当にどう思ってるか心配で怖い。こちら YouTube のガスワンチャンネルでは、この番組見てくれてればね、第3階の入り口付近で、ガチャの方が設置されたということでしたので、ガチャガチャしに行きたいと思います。僕個人的にこのサイですか。このサイちょっと可愛いんで、まあね、これぜひ狙っちゃうんで。お、出た？来ました。氷川神社、いただきました。いやいや、来ました。このたまやんキーホルダー、なんとメディアに取り上げられるほど。もうパワースポットって言われてる、ね。パワースポットですよ。もうこちらテレタマさんの人気情報番組マチコミでは、今謎の大ヒットと言われているこちら、人気のカプセルトイがあるんです。大宮ガチャを企画した株式会社アルシェの社長中島義雄さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。ここでとある奇跡が起こっちゃうんです。お、あ、え、なんだ、今まで見てないやつこれ。え、やった。第2弾の方ですね。第2弾の、はい、ほら、お、あ、なるほど、これなんですか。なるほど、これ出ましたか。これ知らないこれですね、すみません、あとこれジェイコムさんの知らないから、やっぱりテレタマさんじゃなくて、いや、すみません、いやテレタマの方々、本当に申し訳ない。社長、すみません、社長お願いします。すみません、メディアも騒然の大宮ガチャ、たまやんキーホルダーでした。いや、でもまあ、デビット伊藤さんは当然埼玉の逆襲ご存じないから当然いろいろ戸惑ったと思いますよ。先ほどのあれテレタマさんの夕方のニュースなんですよ。で、私たちの、ね、番組にもね、ビビルさん出ていただいたの、中島社長がね、はい、あの一応企画の責任だということでね、出られてて、もうね、我々としてはね、もう嬉しいとしか言いようがない。大宮関係ないからね、たまやんは。たまやん関係ないです。全く関係ない。その結果見た人たちがこう戸惑っていくっていうね。見た人もこれ何なのみたいになっちゃうんですよ。しかしですね、埼玉の逆襲公式ツイッターで行ったたまやんキーホルダーが抽選で当たるプレゼント企画では、うん、およそ1000件以上の応募がありまして。うわ、すごっ。本当なの。マジで、マジで、初
ったんすね、これすげーレアなの、これ。そうなんですよ、すげー玉やん。ね、何があったの本当にこの番組。いつの間に。ただこう現在の玉屋人気を裏付ける出来事というわけですから、というお二方のお手元にもある第2弾ラインナップなんですけれども、いかがでしょう、ご存知のスポット、気になるお店というのはありますか。いやトトちゃんはやっぱ有名なんじゃないですか。うん、リスのトトちゃん、これピエール長官、トトちゃん知ってるんですか。え、トトちゃん知ってる、あれですよね、大宮駅のすぐ近くにある。すごい、いや待ち合わせでやっぱり使ってました。すごいね。コリスのトトちゃんはですね、地元出身の絵本作家飛鳥健さんが生んだ絵本のキャラクターなんですね。あ、そうだったんですね。はい、そうなんだ。そしてこのトトちゃんがなぜ大宮ガチャに入ったのか、はい、番組の方では引き続きこのトトちゃんを追跡していこうと思っております。はい、リアクション薄いですが、どうぞご期待いただきたいというところですよ。リアクションないもん。やっぱちょっと、いやほら、俺になっちゃうとやっぱちょっと馴染みのなかったりするからさ。大宮地元じゃないからさ、ちょっとそこをちょっとそこを許してよ。埼玉の逆襲。続いては埼玉のあらゆるトレンド情報をお届けするトレタマのコーナーでございます。まずは埼玉の逆襲ポップアップストア開催情報です。埼玉の逆襲ポップアップストアは3月の大宮アルシェを皮切りに、5月には蘇合大宮店、さらには埼玉を飛び越え、6月には東急ハンズ池袋店、7月には神奈川県横浜市の西武東戸塚ショッピングセンターで開催されてまいりました。東戸塚行ったの？すごい、すごいとこ、すごいとこ行ったね、急に。これはね、たまたま蘇合大宮であの催事やってる時に、西武東戸塚の方がですね、見られて、あの我々にお声掛けをくださって。嬉しい、嬉しい、めちゃくちゃいいじゃないですか。もうね、我らが求めてたのはこれだと。そうだね、本当ありがとうございます。快進撃を続けるポップアップストアはさらにショッピングモールアリオさんからオファーをいただきまして、7月31日からのアリオ深谷を皮切りに、9月10月はアリオ川口、アリオ上尾、アリオ鷲の宮でポップアップストアを開催いたします。埼玉県内のアリオ4店舗と埼玉の逆襲のコラボが決定いたしました。アリオさんといえばね、セブンホールディングスですよ。はい、うちとしてもこのセブン&アイホールディングスのアリオさんとは今後がっつりやっていきたいと思うので、はい、あのぜひお二人からですね、あのアリオさんにありがとうございます、よろしくお願いしますってちょっとコメントいただけるとですね、あの我々も今後ちょっとこうやりよくなるかなということで。いや最悪俺はいいよ、中野長官さん。ゲストだよ、長官は。あのうちの妻がね、なんかテーマソングみたいなやつ歌ってましたよ、なんかイメージソングみたいな CM かなんか。本当？はい、あの小室さん、小室哲哉さんが作曲して、大森聖子が歌うっていう。すごい。このアリオ物件もじゃあ中野長官にお任せしてよろしいですか。全部僕がやって。いやいや、もう繋がってるっていうのは。そのために呼ばれてる感じ。何よりも強みですよね。トレタマ、続いての話題です。丸藤選手が伝説のフィギュアに、埼玉の逆襲ファミリーでプロレスリングノア所属のプロレスラー丸藤直道選手が、あの80年代子供たちの間で爆発的ブームを巻き起こした筋肉マン消しゴム、通称筋消しを彷彿とさせるフィギュアになりました。これは個人でフィギュアを制作しているダットデザインさんが丸藤選手本人をモデルにして制作したもので、金消しならぬ丸消しとネーミングされました。こちらの丸消しは非売品となっておりまして、丸藤選手の登録制 SNS の会員でしか入手できないレアアイテムとなっております。おっと、さてここで今速報が入ってまいりましたので、速報の方に移りたいと思います。埼玉の逆襲みんなでやるぞ委員会委員長からコメントが入ってきた模様です。この秋にみんなでやるぞ委員会で開催実施を進めていた埼玉博21ですが、開催延期を決断するとともに新たなプロジェクトとして映画の制作を決定いたしましたとのことです。関係者によりますと、ワクチン接種が進んでいるとはいえ、収束のめどが立たないコロナ禍の中、埼玉県民の健康を鑑み、今回延期という苦渋の決断に至ったとしております。なおこれに伴いまして、埼玉グルメ総選挙も延期になったとのことです。なお映画は現在から未来の埼玉を壮大なスケールで描くとともに、延期になったグルメ総選挙などの要素も入れていくとしております。映画でグルメ総選挙もうなんかもう大丈夫大丈夫なの、どういう脚本なのこれ。
音楽フェスに関してですが、委員会としては開催に向けこれまで以上に一丸となって取り組んでいくとしております。今後詳しい情報が入り次第番組でお伝えしていきます。以上、速報をお伝えいたしました。総理総選挙が残念ながらね、ちょっと延期ということで、ペール長官にもご協力いただいたクリア沢さん、はい、こちらも映画の中で映画に出るんですか？どう、そっちの方が難しそうなんだけど。え、たまやなんじゃ劇場でやるの映画。いや、もうビビルさん、その辺もね、ちょっともう話したいことめっちゃいっぱいあるんですけど、続報にね、ぜひご期待いただければと思います。さあ、それでは丸藤選手の丸消しの方に話題を戻したいと思います。ご紹介しました丸消し、スタジオにもご用意しましたので、はい、ぜひお手元ご覧になってください。いや、そっちもすごいけどね、長官これ驚くでしょ。あ、すげえ。僕でもこの埼玉の逆襲の僕ですよ。すごい。え、すごくないですか。そうなんです、ビビ消しということで、ビビる大木さんの、え、そっくりじゃないですか。すげー。私もいてる、いますよ。ほらほらほら、すごいでしょ。え、すごい。いや、すごいな、本当にすごいな、これ。丸藤さんにお願いして、僕お願いしますって言ってたんですよ、はい、プライベートでお願いしますって。あ、分かりました、言っときますねって言ってたら、なんか知んないですけど埼玉の逆襲に送られてきたんですよ。いや、僕、いや個人的に頼んだんで、俺はてっきり事務所に来るのかと思ってたんで。丸消しをデザインしたダットデザインさん、うん、コロナ禍のステイホームをきっかけに、はい、趣味でこのような金消しフィギュアを作り始めたということなんですね。ラファエルさんとかも作ってたりとか。まさか逆襲で絡んでると思った。逆襲はね、そういうとこ結構最先端にやってます、ね、すごい早いっすね。なんか まだつかめないっすよ。だから逆襲がどんなチームなのかっていうか、まだつかめてこない。そうです。埼玉の逆襲。ここからは以前番組で取り上げた埼玉の話題について、愛ある独自の目線で深掘りする埼玉愛のコーナーです。まずはこちらです。スーパー緑、そこら辺の草グランプリ開催。そこら辺の草、ビビる大木さんの地元春日部にあるスーパー緑さんが制作したそこら辺の草天丼をきっかけに、そこら辺の草ブームが止まりません。天丼。そうなんです、そこら辺の草天丼、そこからブームが広がっているというわけなんですね。こちら以前にも番組にリモートでご出演いただいた、そこら辺の草天丼を販売しているスーパーみどりさんに今回も出演していただきたいと思います。それではここからはビビルさんにバトンタッチしまして、お話を聞いていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、さあ、スーパーみどりの川内さん、お久しぶりです。こんにちは、ビビル様、こんばんみ。こんばんみ、みどりさん。この以前ね、この番組で紹介させていただきましたけど、はい、そこら辺の草天丼、はい、相変わらず大人気ですか。そうですね、そこら辺の草天丼はもう看板メニューとして売れ続けてます、はい。飛んで埼玉からこうヒントを得たメニューですもんね。ああ、そこら辺の草でも食っておけっていう。そこから、そこからそれ食うかってなったってことですか。そうですね、埼玉にはすごいそこら辺の草がたくさん生えておりますので。僕のね、同級生も買ったって言ってました。あ、そうなんですか、ありがとうございます、はい、いやいや、ありがとうございます。ありがとうございます。そこら辺の草グランプリ開催っていうのは、これどういうことなんですか。YouTube なので、そこら辺の草天丼がすごい盛り上がっていて、子供たちも面白がって、すごいそこら辺の草にすごい興味があって、うん、で野菜って子供嫌いじゃないですか、はい、でも、うん、そこら辺の草っていうとなんか、えで YouTube やってると、え、何面白そう、食べたい、食べてみたいみたいになってて、すごい楽しく食べてもらっていたんで、うん、ぜひここで子供たちに、せっかく食いついてきたので、野菜嫌いの子供たちが、うん、自分たちで草のメニュー、そこら辺の草のメニューを考えてもらって、そこら辺の学校から集めたそこら辺の草メニューで戦ってもらったら。草ってそんなに種類あるんですか、春日部。そこら辺の草っていうのは、もう地元の農家さんで採れた美味しい野菜が全部草になります。今でしたら、はい、ナスとかインゲンとかキュウリとか、何でも草ですね、埼玉では草と呼んでます。もうあれ、草と呼んでいるってことですね。あれ、ちょっと呼んでます。で、だから多分ね、中野長官は本当に道端の横に生えてるものをイメージしてたかもしれませんが、いや、だってこの、だって背景とか見たらもうまさに、はい、そうだし、そこら辺の草とか雑草とかって言ってたんで、はい、春日部で採れた野菜です。え、その
母さんの使ってるイヤホンってピアホンですか、もしかして。そうですよ、これ。え、すげえ。当たり前ですよ。なんとなくこうあのリモコンの感じとか、はい、僕イヤホン作ってるんですけど、はい、それを使っててくれて、すげえケース好きなんで、ケースでわかる、はいはい、すごい。ちょっと今度さ、中野長官にも、はい、春日部専用イヤホン作ってもらいましょうね。音がしないイヤホンね、はい、ここら辺の草色で。そうなんですよ、草色がなかったんでピンクにしたんですけど、草色でぜひ。みどりさん、また連絡します。ありがとうございました。もうありがとうございます。埼玉愛、続いての話題です。浦和うなこちゃんに1年越しのお願い。昨年の8月に放送された浦和にあるあの人気キャラクターに夏といえばのグッズを持ってもらえるのかどうか、番組では1年越しに依頼を刊行いたしました。まずはこちらをご覧ください。およそ1年前にこんな企画を。浦和のマスコットキャラクターうなこちゃん、浦和のうなぎを PR するため誕生したうなこちゃんは、アンパンマンの作者柳瀬隆さんのデザイン。2008年に石像として設置され、待ち合わせ場所や撮影スポットとして市民や観光客に愛されています。そんなうなこちゃんが左手に持っているのが、うちわ。なんと浦和区地域商工室職員の手作りで、季節やイベントごとに取り替えられているのだそう。その時こんなお願いをしていました。埼玉の逆襲というロゴが、番組のロゴが入ったうちわを作って持たせてもらうみたいなご相談ってできたりするんですか？超困ってる。そうですね、そうですね、PR の時期とかにもよると思いますので、デザインを送っていただければこちらで検討はさせていただきます。あれから1年が経ち、あのお久しぶりです、埼玉の逆襲なんですけども。はい、お世話になります。1年越しということになるんですが、あの、はい、埼玉の逆襲うちわを、はい、まあ、うなこちゃんに持っていただきたいなと。デザインの方を見せていただいてもよろしいですか？ということで早速担当者の方と待ち合わせをしてデザインを見てもらうことに。こんにちは。こんにちは。すみません、ジェイコムです。はい、すみません、わざわざ。はい、こちらなんですけども。はい、しっかりします。よくできてますね。え、ありがとうございます。大丈夫、大丈夫そうですか？大丈夫だと思います。お、即 OK。 そんな、じゃあこれで大丈夫ですかね。なんかしっくりきてます。はい、ありがとうございます。はい、ということで1年越しに叶った浦和うなこちゃんのうちは埼玉の逆襲バージョン。よかったよかった、ナイスなコラボですよね。それでは続きまして、埼玉愛最後の話題をお届けします。居酒屋すーちゃんとのコラボメニューが完成。アイデアが無限大すぎてメニューが6000品以上ある居酒屋すーちゃんと埼玉の逆襲のコラボメニューがついに完成したようです。こちらも VTR をご覧いただきますのでどうぞ。以前番組で取り上げた謎のお店すーちゃん。はい、いらっしゃいませ。こちらの笑顔が可愛い店主のすーちゃんのお店に衝撃を受けました。なんとメニューの数は6000以上。驚きはこのボリューム。割り箸やスタッフの手と比べてみてもこの大きさ。しかもこれでなんと495円。そんなすーちゃんにスタッフからこんなお願いを。仲間に入れてもらえたりとかしないですか？あ、ぜひぜひ。いいですか？はい、ありがとうございます。ということでビビルさん、埼玉の逆襲にふさわしいメニューのアイディアをお願いします。埼玉の逆襲というタイトルだけど、これは何ていうのかな、食べ物の世界でのなんかこうブロッコリーの逆襲でもあるっていうね。ブロッコリー山盛り、味付けはちょっとスーちゃんにお任せしたいな。ビビルさんのアイディアを持って再びスタッフがスーちゃんを訪ねました。埼玉の逆襲っていうメニューをちょっと作ってほしいって話をさせてもらって、はい、あの番組の MC のビビる大木にちょっとイメージの絵描いてもらったんですよ。はい、こちらなんですけど、はい、いかがです？
わかります。わかります、わかります。この緑のなんだかわかります。ブロッコリーね。わかります。ブロッコリーね。はい、オッケーです。すげえ。ということで早速作ってくれました。スーちゃんの新メニュー、埼玉の逆襲完成です。これ何これ、なかなかの再現力、さすがスーちゃん。かなりイメージと近いのでは。ビビルさんいかがですか。いやすごい、これなんだ、我ながらこれ何なんですかこれ。絵の通りですよ。だって我ながら何ですかあれは。だってあの赤いなんか枠もエビとトマトで再現してる。これおいくらで出されますか。1600円。高い、超高い。ブロッコリー自体今高い。あ、そうなんだ。物価の関係でちょっとだけお高いですが、これだけブロッコリーをもりもり食べられるお店はありませんよ。皆さん、埼玉の逆襲メニューお試しあれ。高いな、高いな。1600円ブロッコリーサラダ。唐揚げがね、だって495円。そうなんですよ、500円以内に収まってあのボリュームなのに。ということで、ここまで埼玉の逆襲ニュースお送りしてまいりました。それではまたお会いしましょう、はい、さようなら。さようなら。さようなら。さあ、ということで、まあ、今回はですね、まあ、いろいろちょっと回収したいなって思ってた案件も多かったのでですね、あの、まあ、ニュース形式でお伝えをさせていただいたんですが、ビビルさんいかがでしたか。やっぱこうなんだかんだこの埼玉の逆襲はさ、はい、埼玉に対してのこの話題作りはだいぶ貢献してるね。いや本当にそうだ、この番組ね。いやよく探してくるなと思って。長官どうですか。やっぱここに来てタマヤンが跳ね始めてるってだいぶ気になりますねこれ。やっぱあのキーホルダーがだいぶスイッチ入っちゃったみたいなね。でキーホルダーのデザインがめちゃくちゃいいんですよ。ちゃんと可愛いから。嬉しいね、長官まで。ありがとうございます。さあ、それではここで番組からのお知らせです。この番組では公式ツイッターも開設しております。ハッシュタグ埼玉の逆襲でじゃんじゃんつぶやいてください。それでは今日はここまで。最後、ビビルさんお願いします。はい、さあ、それでは皆さん、はい、来週もまた見てください。さようなら。